はい、皆さんこんにちは、アキでございます。三国志13ですね。ヒーさんでやっていきましょう。報告します。ジョブで農業投資をどうかとおろさんね、よかろう。で、あ、草加なんだね。草加ということは私は誰かに会いに来てるはず。あ、もう OK になったんだね。じゃあお次だね。年、あ、違うよ、武将でね。関係異形をね。あ、チームさん病気だね。で、この人たちは総君さんまで。総君さんって今週の方は一般だ。あ、総君さんは一般か。そうかそうか。え、うわす、かなり残念な感じだ、総君さん。あ、そうだ、そうだ、思い出した。そうだったね、この人残念だったんだよね。総君さんどこにいるの。よしょ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 、常用。え、常用の人。あ、なんだ、常用よってよしょ置いて会計いきますか。お馬さん持ってたよね、私はね。あ、お金がないわ、全然。太平洋で使いましょうね。さあ、じゃあ帰りましょう。向かう。失礼いたす。これもあった、高所さんかな。あ、高所さんだね。何言った。あ、誰かなんか言った。あ、カモさんだね。報告します。女優で巡察をしてはどうかと。アマワン。コンビが出てきたよね。さあ誰か、工場さんね。加工坊さん大人気だ。加工坊さんと組む人考えないといけないね。あ、この人 いけるかね。この人1本しか。あ、いや、この人いいわ、ね、お似合いだわ。刀剣さんだっけ。報告します。当初様より上位での文化投資やった。構わん。それさ、まだまだ元気だね。はい、カインさんと、これ竜兵さんだね。若者同士だ、若い子同士だね。ほう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 、この人カインさんだっけ。あ、刀剣さん、刀剣さん、あ、王色さんってとか。商売に行き詰まってしまってと。少し私の理屈を聞いてください。この私を説得しようというのか。これだね。全て読み通りよ。話の前提が間違っ、なるほど、そういう意味。で、こうかな。あ、大反論あるね。全て読み通りよ。強いな、この人。話の前提が間違っていよ。中立者も強かったけど、この人も強いね。以後論戦などはせぬことだ。怪しいね、商売に。形あらば滅ぶは一条。来ましたね、ご病気だったから。はい、チームさん、お亡くなりになりました。報告します。長和にて上位の表情が行われました。その結果について報告いたしますと。内政充実ね。やだやだ、しかも簡単で、簡単で。報告します。はい、構わん。氷を取れなかったのは痛いな。停戦が終わったら取りに行かないといけないね。はい、ショウケイさん、お初にお目にかかります。うわ、声と顔が合ってないよ。この人は、この人読んだかな。ちょっと見てみましょうか。あ、これだね。あ、ショウケンさんね。あ、ショウケンさんね。8、17、64、60。あ、もうこってこての文官ですね。あ、15歳だから私見てないわ。 CCB です。食の多木っていうのかな、これ。荘園の子。あーと、そうだ、私皆さんに教えていただいたんでね、あの合唱っていうのですね、あの50、50って言ったのね、あれ。まあでも中国の言葉みたいですよね。
なんかウィキって見たら、中国のね、そういうああいうやり方のこと、合唱っていうその歴史の中でね、出てきましたね。びっくりしちゃった、あれ合唱。で、まあ、でもあれ、章って読めるんだよね。ですから、追従、追従って書いて、追章って読めるっていうのをなんか書いてましたね。ああ、章って読めるんだ、従うっていう字ね、と思ったんですけどね。生徒、あ、松園さんの子なんだね。生徒の陥落後、見学で更生の続け、続行する脅威のもとへ向かい、降伏を命じる使者となる。生徒に戻る脅威が生涯降伏したことを当該に伝えたと。史実では、後、生涯が反乱した際、混乱に乗じて兄と共に殺害されたというと。あ、かわいそうだね。まあ、お父さんにはかなわなかったと。はい、だもね。身に余る光栄にございます。あ、松園さんとちぎってたのかな、私ちょっと覚えてないな。よくぞおいでくださいました。身に余る光栄にございます。池になってると楽だよね。ご足労感謝いたします。この恩義忘れません。ちなみにですね、ご足労感謝いたします。ちょっとお酒を飲みまして、この恩義忘れません。あ、昨日というかね、これが流れるのは正確的に明日か、だからいいのか、昨日ですよね。あ、一昨日だわ、一昨日ね。ご足労感謝いたします。タラフォンじゃった、またこの恩義忘れません。本当、肝臓ぶっ壊れるまでいっちゃいそうのかな。痛風が早いか肝臓ぶっ壊れるのが早いか、どっちかだろうね。痛風が先かな。はい、なぜないことになりました。聞いてくれますか、ヒードの。どうしたのか、ひどく落ち込んでるようだかと。あ、駒使いの一人にね、行っちゃいましょう。ね、酒で真意を行けとか言われない限りはね、もうちゃ断らずに行きますよ。こんな案もございますぞ。はい、上位で文化の発展にと。よかろう。さてと、で、深夜の調査ね。向かう。はい、ところで義はどうなってんだろう。あ、語はどうなってんだろう。あー、取られちゃったね、慶応ね。うわ、ここ取られたら終わりだで。あ、取られそうな勢い分断されちゃうわ、こらやばいな。これ勝てるわけがないもんね、義にね。どうなるんだろう。まあ、私馬持ってっか、捕まることはないんだよね。最後まで抗うことはできそうだけど、だからあと粘るだけ粘って人が減るのを待つしかないのかな。でも義の国は多分食の国よりも人の数が増えるのも多いよね。死ぬのも多いかもしれないですけど、そうだよね。てか、ネイションさんまだご存命です。あ、ケンショウさんだった、ごめんなさい。相変わらず少ない。あら、69歳ですね。さて、じゃあ調査しましょうか。え、来ては見たもののと、果たして見つかるかどうかと。着手する。はい、じゃあで陳氏、まあ、激戦の説得に応じた。お仲間になってくれたんですね。なかなか有力な話がないので、あそこの商人にも聞いてみようと。羽振りのいいものがあったね。はい、論戦しましょう。俺の言うこと聞いてもらうからな。この私を説得しようというのか。あれかな、武官の人でも豪傑な人は頑固だから寝返ってくれないけど、文官の人は寝返ってくれそうだね。人事して骨抜きにできればいいんだけど、できんのかな。うわ、これ市長来るよね。市長でも来ますよ。全て読み通りよ。こうすれば問題などない。すげえ。ほら市長来たでしょ。これが本当怖いんですよ。あら、あら、こうだね。全て読み通りよ。こうすれば問題。そっか、そりゃそうだ。以後。いや、ほん
んと総評さんの時に比べて楽だわ。じゃあね、これで終わったので、はいと向かう。良い日和ですね。誰？おお、男前だな。あ、さっき寝返ってきてくれた人だね。じゃあもうじきこっちに来る。策はござる。はい、じゃあ120日で。あ、120でね。構わん。120日じゃないんだよね。ちょいと考えたんだが。まあ一回こっちはこっち。構わん。ちょっと親近感も上げたいもんね。じゃあはい。はい、たた飛ばしますね。あの人ついたのかな。あ、そうだ、神さんにもやっていかないといけないね。ここたんまり人いるね。あ、いた。チンシ。あ、チンさんで会ってんだね。あ、38、35、87、84、21歳、読んだかな。巨星の親戚で巨星に引き取られ教育される謙虚であるが威厳のある要所をしており、デモンや占いなど多芸に優れ、それを非に評価。おお、私だ。非に評価されて、あ、職の人なんだね。あ、そうかそうか。党員の死後の自中となった。しかし非の死後、国外にいることの多かった脅威に代わって竜禅を補佐し、宦官の皇后と結託して防政をした。あ、そうなんだね。ダメなんだねそうなんだね。よいしょ、防政引いちゃったんだね。さあ、じゃあね、ごめんなさい、ちょっとね、もう私ね、あの2日でフラフラなので、もういつものコーナー行きましょう早いですけど、確かね、馬食さんかな。あ、そうだ、さっきこれしないと。もうあと残り少ないね。はい、馬食さん、一応いくつ？ 47。 あ、そこそこですね。あ、ヒーさんとあんまり年齢同年代なのか。馬食養生なんだね。BBB。 あ、BBB なんで、あんまよくないんだね。諸君の武将、馬領の弟、南蛮征伐で、南蛮人の心を攻めようと時、諸葛亮の死に見える。南蛮からの帰還後、謀反の噂を流して芝居を失脚させ、奥伐の準備を整えた。228年、外廷の守備に自ら志願するが、諸葛亮の命に背き、義の長江に乾杯。この勝敗で諸軍の長安攻略は不可能となり、諸葛亮の命で処刑された。泣いて馬謖を切るですね。劉備は臨終の際、馬謖を重用するなと諸葛亮に遺言していたと。史実では外廷の守りは経験豊かな義援が護衛が適任とされていた。敗戦後、馬謖逃亡を、是認した鐘楼は失脚したと。馬謖さん死んでないのかな、逃亡したのかな。あ、ジャッキーさんだ。もう54歳。もう、いいジャッキーになってますね。馬上のいとこ、馬頭なりの子、馬頭の状況に同行した際、曹操軍の襲撃を受けるが、脱出。馬上に馬頭親子の死を伝える。馬上が曹操に復讐戦を挑むと従軍し、各地を転戦。最後は馬上と共に劉備の配下となる。その後は諸葛亮の南蛮遠征に加わり、防賀町を1号で切るなどして活躍。奥伐の作戦をめぐって義援が諸葛亮に反抗するようになると、諸葛亮の意を組んで義援の副将となり監視する。義援が反乱すると諸葛亮の、意見に従って義援を切り、義援の、爵位を受けたと。史実では義援を切る前、義援の副将となる記述はないと。あ、でも義援を切ったのは間違いないということなんですね。あ、これ馬中さんいい人なんだよね。あ、でもこの人も50か。79、73、68、83ですね。あ、そうだ、馬台さん見てないね。80、85、63もちょっといい人だよね。次、馬長さんね。79、73、68、83、いい人ですね。年齢は50とは思わなかったね。もうちょっと若いかなと思ってましたけど。諸君の武将、別名、古徳、法。演技では諸葛亮の南蛮征伐に参加。連戦して活躍するが猛角の妻、伏黒陽夫人との戦いでは、張玉さんだね。そうだね、張玉さんだったね。共に捕らえられた。その後、諸葛亮の北伐に参加する。捕虜交換があったんだよね。劉備が医療で陸遜に敗れると、派生大衆、漢氏の命で救援に向かい、劉備から
貢献を失ったが代わりに罰を得たと称賛され、貢献さんは義に下ったんだよね。その後諸葛亮の、出世中は荘園ヒーラーを補佐して任務を行う一方、教族や南蛮など辺境の統治に手腕を発揮、思いやりがあり太っ腹な人柄で民族にも敬愛された。陳南将軍まで昇進と。そうなんだね。あと半剣さん、32歳、若いね。42、24、78歳の文官だね。職の官僚、諸葛亮の南蛮征伐や北伐に従軍し、と共に諸葛亮を補佐した。265年東水の戦いで勝利した脅威がさらに進軍しようとするのを止めるが拒まれ、結局脅威は当該に敗れる。263年諸国が滅びると古州長州激戦らとともに劉禅に従い洛陽に移った。史実では251年使者として御尿を向き、諸葛過去から才能は僧侶に劣るが性質は僧侶以上と評される。諸国末期諸葛戦、東金分かんないね。だと政務を担当し、高校と対立する。職滅亡後、ともに竜禅の洛陽行きに同行したと。そうなんですね。なんて読んだろうね、この人。タティというか、まだだ。あ、この後出てくるんだね。でも出てくるような感じがしないけどね。あ、だって、と終わりだもんね。あ、いるわ、ここに。ごめんなさい。凍結さんか。ほう。で、次は半春さん。あ、私、半春さんとサレさん、ちょっとさっき間違えたかもしれない。次は半春さんからいきましょうか。では、この辺で終わっておきましょう。三国志13、ひいさんね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。